なのでセラピストとかカウンセラー、占い師もね天職になります。皆さんこんにちは、山林です。今日もありがとうございます。今日はこの動画の最後に絶対に逃してほしくないあるプレゼントのお知らせもしますので、ぜひ最後までご覧ください。今日の話題は明日の新月についてです。明日3月10日午後6時2分に魚座で新月を迎えます。宇宙のサイクルではこの魚座新月が1年の締めくくりとなっていまして、この新月の後3月20日には春分宇宙元旦という新たなスタートのタイミングがやってきます。エネルギー的には今が年末にあたるということなんですね。今月20日から2024年風の時代元年がスタートするということになります。しかも今は宇宙のボーナス期間10天体巡行中ということもありますので、このラストスパートで今まで思い描いていた物事が次々と叶いそうな、そんな気配もしていますね。宇宙元旦までのあと10日ほど、過去1年を振り返ってみてやり残したことを片付けるには最適なタイミングになります。特に魚座は解放と浄化を司る、そんな星座ですので、極力ゼロに戻ることですね。具体的には感情や不要なエネルギー、それから思い込みの断捨離といった手放しがより重要になってきます。明日新月を迎える魚座は12星座の中で一番最後の星座になりまして、お羊座からスタートしたサイクルを一旦取りまとめる、そんな役割があります。共感力とイマジネーションが最も豊かな水エレメントの星座ですね。過去の全てを浄化するような海のエネルギーに満ち溢れていて、魚座ですからね。で次のお羊座で生まれ変わるために余計なものを全て洗い流します。海の力で浄化するというような、そんなイメージですね。魚座を表現する言葉は I release、 つまり全てを手放しますというテーマですね。この言葉に象徴されているように、自分のことも相手のことも許して全てを受け入れて魂レベルの浄化を促す、そんな役割があるんですね。そうやってまた次の新しいサイクルにつなげていくという星座になります。ですので明日の新月は宇宙元旦から始まる新しい1年を迎えるにあたって、これから何が必要で何が必要ないのか、こういったことをしっかり見極めて自ら取捨選択する、そんなタイミングになります。特になんとなくやっていることだったり、いやいややり続けていることはここで一旦ね見切りをつけておきたいというところですね。では今日はまずは明日新月を迎える魚座の特徴をお伝えします。新月は願い事に最適なタイミングですが、どの星座で迎えるのかによって効果的な願い方が決まりますので、ここは毎回大切なところですね。それから今回のタイミングのホロスコープをみんなで一度確認して、この期間に起こりそうなことだったり、あとは運に味方される方法についても分かち合いしたいと思います。そして最後3つ目に、明日の新月の願い事を書く時のお約束事と5つのルールをお伝えしたいと思います。新月はスタートやリセットの象徴で、新しい物事へのチャレンジ、あとは目標を立てたり願い事をするのにも最適な日です。実際新月に苗を植えると他の日に植えるよりもよく育つということが分かっていまして、これだけでもね新月の日は成長を拡大していくエネルギーにサポートしてもらいやすいということが分かりますよね。そして新月や満月では月を迎える星座のパワーが強くなります。明日は魚座新月ですので、魚座のテーマに沿って目標設定をしたり宇宙にオーダーをすると願いが叶いやすくなるということですね。それから今からする話は、男性であれば太陽星座か月星座が魚座の方、そして女性であれば特に月星座が魚座の方によく当てはまるのと、今回の新月からの影響も大きく受けやすいはずです。特に女性はですね、月星座が性格の大部分を占めているとも言われていますので、興味がある方は月星座計算という言葉でネット検索してみてください。では新月を迎える魚座の3つの特徴についてお伝えしていきます。魚座は浄化、癒し、博愛、純粋、協調性、ロマンチック、創造、イマジネーション、共感、スピリチュアリティ、神秘的、こういったキーワードを持っています。今回ピックアップしたい魚座さんの特徴個性1つ目としては、ありとあらゆるものを受け入れるというポイントです。12星座は人の成長ストーリーを表していると言われていまして、前半のお羊座から乙女座までの6つの星座では自分らしさを確立するための自分探しのね旅をします。そして後半の6つの星座では周囲だったり周りの世界だったり社会に意識を向けて、他人や社会とともに、つまり外の世界も意識しながら成長していきます。魚座は12星座最後の星座ですけれども、1つ目のお羊座で誕生した生命が乙女座で個人を完成させて、個人の枠を飛び越えようとする射手座だったり水瓶座の段階を経て、最後この魚座では自己や自我からも解放されて、次の人生に転生するために人生を終わらせて、そして魂を浄化させるという段階です。今までのことを全て振り返って、全てを受容して、自分のことも他人のことも許して、そして魂を浄化していくという精神性の高い星座なんですね。また共感力も12星座の中でもトップレベルですので、お人よしで騙されたり裏切られたりすることも正直多いと思います。でもそれでも他人をいつまでも恨んだりはしない、穏やかで優しい性格の方が本当に多いですね。魚座2つ目の個性として取り上げたいのは、枠にとらわれない博愛主義というポイントです。魚座といえば平等な博愛主義者ですね。12星座の中で一番と言ってもいいほど細やかな気遣いができて、常に相手の気持ちを考えながら行動できますので、相手が本当に望むフォローをしてあげたり、ケアをしてあげることが得意です。職場だったり学校だったりコミュニティ仲間との間でも、みんなが面倒だと思ってやらないことを引き受けるっていうようなね、本当に気が配れるザ・いい人が多いですね。そういう意味で成熟した魚座はグループの潤滑的な存在になります。魚座は水の要素が強いので、争いは好まないというところもありますね。人とのつながりを大切にします。魚座3つ目の個性として、共感力が高い根っからのカウンセラーというところも取り上げたいと思います。カウンセラーでもあり、ヒーラーでもあるという感じですね。感受性が豊かで癒し系ヒーラーのような、そんな雰囲気を持つ魚座は、大きな愛で世界の全てを包み込むような深い愛情の持ち主です。特に誰かが困っている時には黙って見ていることができないので、助けようとあれこれしてあげたくなってしまいますけれども、未熟な魚座は自分を犠牲にしすぎて燃え尽きてしまうことがあるようです。魚座には自分と他人の区別だったり境界があまりないと言われている通り、損得一切なしでやってあげてしまうということなんですね。そして他人の悲しみだったり苦しみだったりにも強く共感してしまいますので、ある意味で HSP 気質とも言えると思います。実際魚座は人の心理だったり内面の癒し、それからスピリチュアルな世界にも興味を持つことが多いとも言われていますね。なのでセラピストとかカウンセラー、占い師もね、転職になります。それだけじゃなくてですね、魚座は空想の世界を司りますので、言葉での表現じゃなくて芸術だったりアートだったりダンスといったように非言語での表現力もあるということですね。ただその一方でですね、周りに合わせるっていう柔軟性も持っていますので、一般企業で働くのにも向いている人が多かったりします。魚座さんマルチな才能だということですね。以上が魚座の個性特徴ですが、なんとなくイメージが湧きますでしょうか。ではここからはですね、ホロスコープから明日からの2週間を読み解いていきたいと思います。こんなことが起こりそう、こんなことに気をつけましょうねっていうね、そんな話になると思います。で今日もですね、さまざまな惑星やハウスの話が出てくるんですけれども、難しいなとかね、なんかよくわからないなって感じるところは聞き流していただいて、あなたにとってピンとくる言葉だけを参考にしてください。まず明日の新月はですね、働き方や仕事、日常の習慣と健康を表す第6ハウスで迎えます。その新月に対して8ハウスにいる天王星がセクスタイルという新しいことを生み出す角度を形成していて、そこには牡牛座もいます。魚座はリリースと浄化の星座、さらに10天体巡行中ということもあって、まさに新しい自分への生まれ変わりを促す新月になりそうです。これまた手放しの意味合いが強い6ハウスでの新月ですので、今の働き方だったり仕事、日常の習慣、そして健康に至るまでもう必要のない習慣を手放す力が働きそうです。また8ハウスにいる天王星からも変わろうとするね、そんな力が入ってきますので、新しいことですね、特に才能だったり仕事に関することで新しくね、何かを取り入れたくなるようなことがありそうです。それから魚座の持つ手放しの力は、思い切って手放すというよりもリラックスして緩むことで手放すというニュアンスに近いんですね。これ覚えておいた方がいいかもしれません。リラックスして緩むことで手放すということについてなんですけど、何か自分自身を縛りつけている思い込みだったり強迫観念があるようであれば、そういう思い込みを持っていない人とご縁を持ってみることで、この緩んで手放すということが起こりやすくなります。どういうことかちょっと具体的に言うとですね、例えばですね、家事だったり育児で日々忙しくしているから、自分の気持ちを優先して行きたいところに行くのを我慢したりだとか、やりたいことをやることを躊躇してしまうというね、そういう習慣を手放したいということであれば、家事も育児もやらないといけない立場だけれども自由に動き回っている、そんな友人を作ったりすると、自分もそうしていいんだというような感じですね、まさに緩んで手放すということができるようになるんですね。これ伝わってますかね。自分が本当はこう生きたいけれどもなぜかできないということについて、すでにそうやって生きている人とご縁を持つことで、あ、なんだ自分もそうやって生きていいんだっていうふうにね、自分の中で許しが起きて、結果その思い込みがなくなるということです。例えば僕だったら働くことについてですね、めんどくさいなとかね、辛いなっていう、そういうネガティブなイメージをずっと持っていたんですけれども、苦しみながら働いている人じゃなくって、楽しく生き生きと働いている人と懇意にするようになったら、自分にも楽しく生き生きと働いていいんだっていうね、そういう許可が自然と下りて、実際楽しく生き生きと働けるようになったということなんですけれども、これがリラックスして緩むことで手放すに近いですね。ぜひあなたもですね、どうしても自分でも分かってるんだけれども手放せない思い癖があって、それが原因で生きづらいということでしたら、この時期は自分が思い描く未来の自分像に近い人と懇意にすることで、どんどん緩んで手放す、他人の言動を見て自分自身にも許可を出すということをですね、意識されてみてください。この辺りの緩むっていうことがですね、いまいちできないという方は、女性性の滞りがその原因ですので、究極的に緩んで力を抜いて、そして理想の人生を引き寄せたいということでしたら、女神塾の無料 LINE でですね、緩み方を学んでみてください。よくスピリチュアルの分野の話で、力を抜いた方がうまくいくとかね、緩んだ方がうまくいくっていうじゃないですか。これまさにね、今回の魚座のテーマなんですけれども、でも実際緩み方を知っている人だったり、緩もうと思って緩める人の方が圧倒的に少なかったりします。分かっているのに緩めないということなんですね。というのも、今までの日本の学校教育では力の入れ方しか教えてくれていなかったからっていうことなんですけれども、今回の魚座の緩むこと、力を抜くことで、川の流れにうまく乗って奇跡のような出来事もしっかり受け取るというね、そういう生き方を体現したい方は、ぜひ動画概要欄、コメント欄、それからこちらの QR コードから女神塾の無料 LINE に友達申請してみてください。女性限定企画にはなりますけれども、実際正しく緩んだ方が楽に奇跡は起こせるようになっていきますので、まだの方は今日からぜひ学んでみてください。ではですね、新月の願い事を書く時の5つのポイントを最後お伝えしたいと思います。1つ目は、願い事1つにつき1つの簡潔な文章で書くということです。1つの文章の中にあれもこれもたくさん願望を入れてしまうと、よくわからない文章になってしまいますので、願い事の数量は願い事1つにつきできる限り具体的に1つの簡潔な文章で書く。そして願い事の数自体をですね、自分が今コミットできる数量に留めておいてください。あまりにもたくさん書くとですね、エネルギーが散漫になってしまうということなんですね。2つ目は、願い事は叶った体で過去完了形で書くということです。例えば、私は北海道から沖縄まで日本全国を旅しながら年収3000万円を達成しましたという感じでですね、もうそれが叶った後の出来事として書くようにしてください。3つ目は、主語を自分にするということです。誰それさんがいい人になってくれましたとかね、誰それさんが願い事を叶えてくれましたみたいな感じで、他人主体の願い事じゃなくって、私はこんな行動をすることでこういう状況をこういうふうに変えましたというように、あくまでも自分を主語にして、自分がね、人生の主人公だっていうね、そういう文章にしてください。あの人がこんな風に変わりましたとかね、この人の性格がこういう風になってくれましたというように、他人が変わることを願い事に書くのは全然本質とそれていて、全く意味のないものになってしまいます。4つ目は、自分だけでなく他の人も幸せにできる願い事を書くということです。願望を叶えていくには、ここすごく大切なポイントですね。自分が幸せになるということだけじゃなくて、それが叶うことで他人も幸せにできるような願い事だと、夢はとっても叶いやすくなります。例えば、私はオンラインサロンを運営して毎月300人の会員さんとご縁をいただくことで、たくさんの方の人生好転に貢献しましたという感じですね。自分の夢が叶うと同時に他者も幸せになるんだよっていうような、そういう書き方をしてみてください。願い事の書き方5つ目としては、今回の新月に沿った願い事も書くということです。魚座のテーマでもある浄化、手放し、博愛、癒し、純粋、想像、イマジネーション、共感、そしてスピリチュアリティ、こういったことにまつわる行動、あとは6ハウスのテーマですね、働き方、仕事、日常の習慣、そして健康、こういったことについても願い事を書いてみてください。ということで、以上が今回の新月の願い事をする際の5つのルールですが、今日は最後にですね、もう一つ超おすすめの開運アクションをご紹介したいと思います。ズバリ、山林監修の占星術キャンドルルナアロマの魚座キャンドルを焚いてください。今のタイミングであればギリギリ魚座キャンドルが届きますので、宇宙元旦までにぜひご用意いただいて、火を見つめながらやる瞑想、虎鷹瞑想にもこのタイミングでチャレンジしていただきたいです。次のお羊座キャンドルからエネルギー爆上がりのとある仕掛けも施していきますので、ルナアロマ早めに手に入れといた方が良かったと後悔したくない方、そして乗り遅れたくない方は、こちらも動画概要欄やコメント欄からチェックしてみてください。では今日の動画が面白かった、役に立ちそうと感じていただきましたら、ぜひいいねとチャンネル登録、それからこの動画のシェアもよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。山林聡がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。今日の動画も全て見ていただきありがとうございました。実は今日の動画の内容の大切な部分をパッと見てすぐに理解できるまとめ図解を無料で配布することにしました。動画概要欄、コメント欄に記載の山林聡のいずれかの公式 LINE からお受け取りください。人生の5大自由 LINE、 もしくは女神塾公式 LINE、 どちらかに友達申請していただいて、診断テストが終わってからまとめ図解とだけメッセージください。お願いしますとかありがとうとかは必要ありません。まとめ図解とだけメッセージいただければリンクをシェアします。今後も特に重要な動画に関してはまとめ図解を作って配布していきます。印刷したい人もいるでしょうし、1枚のねページになっているのはすごく便利ですので、ぜひぜひ今後も受け取っていただければ嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。占星術キャンドルルナアロマ、今はウーザキャンドルの期間です。ルナアロマの火を見つめながら瞑想するトラタカ瞑想、宇宙元旦前の浄化アクションとしてとってもおすすめです。ルナアロマは動画概要欄、コメント欄から詳細ご覧になっていただけます。ぜひぜひチェックしてみてください。